線虫捕食菌とは菌糸を伸ばし、その上で線虫を捕らえてその栄養を吸収する菌類の一群である。接合菌門、端子菌、死脳菌、不完全菌など分類学的には複数のグループに属する。線虫捕食菌とは線虫を多少とも積極的に捕捉し、これをしかして栄養源とするものである。動物から栄養を吸収する菌といえば、 動物の体内あるいは体表面に寄生するものが多い。船中にもその体内に侵入し、一個体の船中を食べ尽くして、胞子を形成する菌群がある。船中捕食菌は、このようなものとは異なり、土壌などの気質上に菌子を広げて、集落を形成し、その表面で船中を捕らえて、栄養を吸収するものを指す。したがって、集落は船中より大きく、 線虫を捉えながら、菌糸を伸ばして行き、随所で胞子を形成する。種によっては、線虫を捉えてしかしなくても成長することが可能であり、線虫が菌糸の周辺に存在する場合にのみ、線虫捕獲器を形成するものもある。その点では、種子植物に見られる、食中植物に類似している。土壌や淡水中の苔などを培養していると、 これらの菌群が出現してくる場合がある。また、千中には、細菌類などをも捕食するものがあり、それらが多い環境で見出されることも多い。形態的に禁煙であると思われる菌群には、アメーバやワムシを捕食する種も知られている。ミネラルや糖質を受け取る代わりに千中を消化した、窒素化合物を受け渡すマリーゴールドの熱性菌など、 植物との共生で栄養授受,受を行う共生菌も存在する。鳥持ちかび目には線虫寄生菌とともに線虫捕食菌が含まれている。接合菌の多くは他の生物の細胞の原形質を主に摂取して生活しており、接合菌に所属する線虫捕食菌は線虫自体を主たる栄養源として生活していると考えられる。 コールペイ持続などの鳥持ちカビカのいくつかとヘリコケファルム科のものが線虫捕食菌として振る舞う。これらはいずれも非常に細い菌種を伸ばし特に何も構造を作らないか簡単な突起状の捕獲器を作る。いずれも純粋培養された例がないかあるいは培養困難なものであり線虫の実を栄養源として成長するらしい。ヘリコケファルム化のものは 高さ数ミリメートル程度の菌糸の上に胞子をつけるので肉眼でも判別できる。木材普及菌として生活している炭子菌類にも多数の線中捕食菌が見出されている。木材組織の構成成分としては炭水化物は豊富に存在するが、タンパク質やアミノ酸に代表される窒素化合物の含有率は著しく低い。線中捕食を行う。 木材普及菌は炭素を木材組織の一成分としての炭水化物から得る一方を、とかく不足しがちな窒素を線虫から得ていると考えられている。食用キノコとしてよく知られている平竹は、このような菌群に属する代表的な種の一つで、捕獲器を使わない方式と粘着式の捕獲器を形成する方式等を併用して、普及木材上に生息する線虫を捕食している。 他に、ヒメムキタケ族などにも、戦中を捕食する種が知られているが、塩期配列の分子系統学的解析によれば、ヒラタケ族とヒメムキタケ族とは単系統の一群を、ナスとされ、さらに無償世代も、共通の形質を有する。ヒメムキタケ族は、従来は、キシメジカに置かれていたが、これらの共通点に基づいて、現在では、ヒラタケ科の一員として取り扱われている。 地上で生活する不正性の端子菌類にも、線虫を捕食する種がいくつか存在する。酒ケツや笹ササクレヒトヨタケは、腐食室に富んだ地上にしばしば小実体を形成するが、棘状の突起を備えた特殊な類球状の細胞を形成し、接近した線虫に棘状突起が触れるとその外皮を貫通し、虫体を麻痺させた後に内容物を分解、吸収する。 普及材状に、シノーバンを形成した、オルビリア族の一種平たい円盤状の、優性生殖器官を形成するオルビリアズナオルビリア、かの一部のものに、線虫捕食を行う種が知られている。粘着性の菌糸の網を形成したり、菌糸状に粘着性のコブを生じたり、あるいは多数の菌糸の輪を作って、線虫を捕らえるなど、様々な捕食様式を持つ。 菌子の輪を形成するものでは、船中が輪の中に虫体を入れた瞬間に輪を構成する個々の細胞が急激に膨れることで輪の小道を絞り、船中の体を物理的に拘束して捉える方式も見られる。さらに、これらの捕食器官と併用して麻痺性毒物をも分泌する種も存在する。盲状の菌子によって船中を捕食するアーサロボトリス・アルツロボトリス族、 アーサロボトリスやダクティラリア族ダクトレリアなど有性生殖ステージが不明で不完全菌に入れられているいくつかの属の菌が線虫捕食菌の範疇に含まれる。これらは通常は不正菌として振る舞い通常の培地でもよく生育する。菌体の近くに線虫が接近すると捕獲器を形成する。捕獲器の構造には様々なものがありよく見かけるのは 金子の側面に枝を出し、それがさらに枝分かれして、小さな迷路のようなものを作り、船中がここに首を突っ込むと捕まえてしまうものである。他に、小さな突起を出して、そこで船中を捕まえるもの、小さな輪を作るもの、さらに巧妙なものでは、金子の輪に船中が首を突っ込むと、瞬間的に輪の細胞が膨らみ、船中を締め付けてしまうものがある。 有性世代の判明しているものではその形態の観察が行われており、遺伝子の延期配列の解析などを併用した研究によれば、その多くは端子菌としての有性世代を持つとされるが、死脳菌も含まれていると考えられている。当然ながら、線虫捕食菌は、線虫が多く生息する環境を好むと思われる。ただし、線虫は土壌中では、 どこにでも多数生息するものでもある。しかし、土壌中の菌類を観察するためには、分離培養を行う必要があり、培養器内で線虫が多数活動するようにしなければ、ならない。したがって、希釈平板法などは不向きで、直接摂取法などが良い。また、線虫寄生菌をも含め、これらの菌群をより多く出現させる方法として、 船中の中から培養が容易な種を選んで、あらかじめ培養しておき、その培養液を分離培地として、ここに土壌などの分離源を摂取する方法もしばしば、試みられる。端子勤門や、不完全菌に属する船中捕食菌は、船中を含まない、通常の培地上でも培養が可能な種がいくつも、知られているが、船中がいない場合は、船中捕獲器を形成しない場合が多い。 どのような刺激によって捕獲器を形成するのかが研究されている。接合金門のものについては人工培養の成功例自体がほとんど知られていない状態であり、そもそも胞子の発芽すら簡単には確認できない。種によっては線虫の存在下では胞子が発芽しやすいとの報告もある。胞子の発芽や禁止生育に要する条件を含め、 今後の研究が待たれるところである。船中には自由生活を営むものも少なくないが、植物寄生性あるいは病原性の種も多く、それらに対する防御の必要などとも絡んで、実用的価値も期待できる分野である。バロン、GL&RG ソーン。 1987デストラクションオブネモットーズバイスピーシーズオブプラロータスカナディアンジャーナルオブボタニー65 774から778騒音 R.G. g l バロン1986ネモットークトナスザトライブレスピナティーンオンタリオカナダマイカテクソン25 321から453騒音 R.G. マンコルボ JM レディー、CA、ルバイルガリス、2000、ファイロゲネティック・アナリザス・アンド・ザ・ディストリビューション・オブ、ネモット・オフ・イジ・サポート・ ia, 1, o, li, li, bo, in chan. A、モノ・ファイレティエック・プラロ・タッチ・ウィズ・イン・ザ、パリ・ファイレティエック・プラロ・トイド・レンティイド・フンギ、マイケ・ロージア92、241-252、本領、スワン・エル・アイ、5本・エル・アイ、ヤンボ、パン、アンド・カッチン・チャン、アッコ・アンソ・サイツ・オブ・ストロー・フェリアル・ゴ・ソニエラタ、 ファンクションがずえにマトで、アタキングデバイス。アップライドエンバイロメンタルマイケロバイラジー72、2982から2987、ドイ、10.1128。 エーム、72.4、2982から2987.2006、h t t p ススララッッシシュュ w w w p u b m e d c e n t r a l n i h g o v a r t i cler, en, d, er,、enter. f, c, i, アーティドイコール144万9000、本領、ミンも、 シュジュウェイファン、スワニエルアイアンドカッチンチャン、キャプラネスコミュータス、A、ベシドヘマイジート、フングスフォームズノベルスパイニーストラクチャーズアンド、んフェックツネマトデ、マイケロージア96、1218から1224、オンラインハットフィスター DH、キャスター、ポルックスアンドライフヒストリーズオブフンギ、マイケロージア89、1から23、バロン、 ジョージ・エル・ザ・ネマトでデストロイング・フンギ・ゲルフ・カナディアン・バイオロジカル・パブリケーションズ・ ISBN 0から92万370から00から4ドレックスラーシー・サム・ハイハマイ・シッツ・ザット・プレイ・オン・フリー・リビング・ター・コラス・ネモットーズ・マイケ・ロージア29・447 55・552ありがとうございます